4月の9日にね、種まきをしたんですね。そして、ベビーリーフです。今ちょっと芽が出始めましたね。やっぱり割と明るくて芽の出るタイプの種でした。いい感じですね。これ、早く葉っぱが緑色のが目立つといいな。今でもちょうど発芽しましたね。また、様子をお伝えします。これ葉っぱが出て出揃ったら液体肥料をやっていこうと思います。今日は4月の11日です。3月16日にマリーゴールドの種をまきました。陽明寺太極拳事務所に審査を出して、症状が送られてくるときに種が入ってるんですけど、私の指導者にも種が入っていて、それを半分まいて、半分はホームセンターで買ったマリーゴールドの種でした。実は、種まきしたときですね、3月17日にアップロードしたときには、私の予想としては、申し訳ないんだけど、陽明寺太極拳事務所のマリーゴールドの発芽率はきっと悪いだろうからと言って5粒まいたんですね。で、5つのこの種をここにまいたんですけど、実は陽明寺太極拳事務所の方が発芽率がよく、ホームセンターで買ったカインズホームのマリーゴールドの種はまだ発芽してないっていうね。何なんでしょう、これは。いや、陽明寺太極拳事務所の皆様、申し訳ありませんでした。大変、陽明寺太極拳事務所からいただいたマリーゴールドの種は、発芽率が良く、この5つはもう本当に生え揃っています。で、こちらも、種をこうちょっと触ってみると根がこう出てきてるんですね。なのでもうちょっとしたら発芽すると思うんですけど、そもそもマリーゴールドって結構あったかい時期の植物なんです。で、今もう盛んに園芸店で出てますけど、あれは温室で育てたマリーゴールドなんですよ。なのでこうやって種からまいていくと温室がわかるというか。というわけで、まだ生えてこないんです。様子を見て、ちょっと種をまたまき足そうかなと思っています。何しろ、陽明寺太極拳事務所のマリーゴールドはもう結構育ってきて、双葉からもう本葉もだいぶ出てきましたね。いやー、もうちょっとしたらプランターに移していきたいです。こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。先ほどね、2日前ですね。そう、2日前に種まきして水耕栽培を始めた種と、あと3月の16日にまいたマリーゴールドの種の紹介をしました。成長、その後の成長をご覧いただきました。無から何か生み出されるような感じがして、種まきっていうのは非常に面白いなっていうふうに前から感じていて、たまにこう種をまいて成長を楽しんでいます。もう大きくなった苗とかを園芸店で買ってくるのはそれはそれでいいんですけど、こういうマリーゴールドとかは長い期間、秋11月ぐらいまでもずっと綺麗で、もしかしたら12月までお花が楽しめるみたいなものは、ちょっと種まきしてみるのもいいな。他の植物があれば、ちょっと種まきして成長を楽しむのもいいかなとか思って、種をまいてみました。玄関の外に植えた苗で買った野菜たちも元気に育ってきたので、またちょっとずつ、もうちょっとしたら、あと1週間ぐらいですかね。そしたら外葉をちょっとずつ剥いで食べていこうかなと思っています。まあそれは収穫が早くて、いいですよね。それから無からまた生み出すっていうことで、皆さんもやった経験があるかもしれませんね。こういう人参のヘタを水につけておいたり、
あとね、もう一つ面白いなと思っているのは、このキャベツの芯ですね。キャベツの芯を水につけて、こうやって今、待っているところなんです、成長。それで根が出てきたり、まあ、今ここ、緑の葉っぱがちょっと生えてきてるんですね、少しだけ。それで、根からで、ね、ここから根がちょっと生えてき、もう来だしてるんですよ。すごいよね。ちょっとこれ3日目ぐらいなんですけど、ちょっともうね、このキャベツの芯から根が生えてきたんです。少し多分、本当に小さい根が1本生えてきました。これで、根が生えるっていうことは、またキャベツになるんですよね。で、このキャベツに関しては2年かかるんです、プランターで。それでも、1個キャベツになるね。無から生まれる野菜ですよね。それすごいいいなと思って。観察だからね、今回、お家にお子さんがいる方もいっぱいいらっしゃると思うんです。学校に行っていなくて。まあちょっとこの動画を見る方は、年齢が上の方も多いから、お孫さんね、と一緒に、こういうね、無からできる野菜を楽しんでみられたらいいんじゃないかなと思うんですね。お金もかからないし、これはね、水につけて、あとこれで根が出てきて、もうちょっとしっかりしたら、プランターにちょっと植えます。上の部分は出して。で、こう葉っぱがこう出てきて、まあ2年待てないかもしれないけど、観察するという意味ではすごい好奇心に、いいような、題材ですよね。この人参や、あと大根もやろうと思ってるんですけど、この先っぽから葉が出てきた後、いつもね、こう葉っぱが出てきて、その葉っぱちょっと食べてもう捨てちゃったりするんですけど、ちょっと暇になったというか時間があるので、こっから葉っぱがこう茂ってきたら、それをこう埋めたらね、その後人参はどうなって育っていくのだろうかと思って、ちょっと興味があるので、葉っぱがこう伸び伸びと生い茂った後、ちょっと抜いてみたりとか、そんな動画も撮りたいと思います。もうネギなんかはもう結構生えてきたから、もし家にね、友達からもらったネギがなかったら、私あれをちょっと先っぽをちょんと切って、味噌汁なんかに浮かせたりして食べてたと思うんですね。まあ、ネギは体にいいので、たくさん食べるという意味でも、どんどん根っこを残して土に植えといて、生えてきたものを収穫して食べるみたいにすると、すごくいいのかなって思います。青々としたところは、だから葉ネギをか、あの、なんか葉っぱのこうネギとか、いろんなのが買ってきたら、その根っこをどんどん植えていくとおすすめです。これ3日前にお仏壇にお供えしている花たちです。水替えは毎日してるんですけど、庭の花を取ってきてこうやって挿しています。お仏壇の花も安くても400円とか398円とか、なんかそんな感じなので、こうやって自分で植えた庭の花たちをちょっと摘んできて飾れると本当いいなと思っています。だからまあ、ガーデニングでいろいろお花を買ってきても結果とっても安上がりになりますね。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。